せっかくどうもー、魔女めぐみでーす。今日は、マックの、めっちゃみんな定番で使ってる、シーク、マックミネラライズブラッシュ、ウォームソール、っていうチークを使っちゃう。これすんげーぐにゃぐにゃだけど。じゃーん。これ。これは、すごい人気あって、イエベさんも、ブルベさんも、渡辺さんも、沢部さんも、岡部さんも、いっぱい、みんな使えるんだって、これ。すごい綺麗な色なんだって。今、スウォッチしていきまーす。と、まあ、ふざけるのはこのくらいにいたしまして、これを、これ、ウォームソール。これね、ここに出してみるからね。すごいスフレっぽい色が。ちょっとわかんないな。なんかね、ふわっとした色づきで、マットなのか、テカってんのか、なんか中間みたいな不思議な、でもちょっとゴールド味がかかった、ブラウンなのかオレンジなのかみたいな、これ使って、お化粧雑談久しぶりにしていきまーす。前髪を止めます。化粧水とか塗った後だから肌が艶やかー。今日はこのセーラーペンギンだっけ？セーラーペンギン？なんかわかんないけど、サンリオのキャラクターでーす。まず、今日は日差しが強いので、日焼け止め。あった。ラロッシュポゼ。毎度おなじみラロッシュポゼ。何を雑談を話していこうかなってね。最近なんかあんまり雑談が思い出せなくて。昔、振られた話。失恋話。本当に10代の頃の。めっちゃ10代の頃の。いや、全然面白くねえよ、この話は別に。別に言うて面白くない話なんだけど。私がまだ、純粋だった、17の終わりぐらいかなー、あれは。17の終わりぐらいだな、もう、ゲンチャリの免許は取ってたから、多分。17の終わりぐらいだったかな、もう忘れちゃったんだけど、なんか若い頃って、私はノーファンで。ノーファンでの会社のさ、人たちって本当にノーファンでなのかな、おばちゃんたちね。よくなんかネットの広告とかで出てくるけどさ、あれ痛いぜ、ノーファンで痛いぜ。なんか本当になんかさ、こう、お粉もただいてないような、ほんとドスッピンじゃん、なんか、あれに出てくる人たちみんな。あの会社は、ちょっと私だったらちょっと化粧したくなるな。ちょっと化粧していいですかみたいな。みんななんかアイシャドウとかもなんか塗ってないんじゃないみたいなさ。まあ、ノーファンデでアイシャドウ塗ると、なんか浮くときあるよね、なんかね。肌とちょっとマッチしてなくて。浮くときあるよね。せめてこうお粉パン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 ってやって、アイシャドウをやった方が、アイシャドウとの、アイシャドウが浮かないと思うんですけど、まあそれは人それぞれなんで。私は昼間だから、とりあえず、この、なんだっけこれ。ミラノコレクション。本当にこのスポンジで、ロージーローザのこのスポンジで塗るようになったら、マジでラプードルと同じ月になった。すごいわ。これの詳しい動画は、前回のくらいの動画に載ってますんで、ご参照ください。そして、これマック。こういう紙袋捨てらんないよね。そして、せっかくだから、ちょっと待って。アイシャドウを、ディオールのバックステージのウォームっていう色で、これほら、マックのウォームソールっていう色で、だからウォームつながりみたいな。そんなくだらない理由で持ってきました。この、ペタペタの下地のところを塗ります。
まあ今日はメイク動画でも半分雑談なんで、なんだっけ、失恋話だっけ。そうそう、痛い気な私10代の頃の失恋話です。もうゲンチャリで相手のお家に行ってたんだけど、相手は年上で、まあ、これ見てないと思うけどね、私この別れた人と全然もう連絡も取りたくないみたいな別れ方をあんましてないから、今までだ全然連絡取れるんだけども、いかんせんその人はちょっと その時は若かったから、もう本当に連絡先ももう知らないんですが、その人のね、失恋は超悲しかったな。なんかね、どのくらい付き合ったかってね、なんか若い頃の恋愛ってさ、なんか私の場合さ、ワンクール持てばいいっつうか、3ヶ月持てばいいみたいなのない？なんか長く付き合ってる人は付き合ってたかもしんないけど、なんかね、若い頃の恋愛ってね、3ヶ月も持たない。もんと、1ヶ月持ったらいいんじゃねえかみたいなさ、1ヶ月周期で彼氏いますみたいな感じだったんだよね。別にモテ自慢してるわけではないんですけど。で、その頃、まあ、彼氏と付き合ったり別れたり、付き合ったり別れたりいろんなのしてて、ある日なんか、ナンパで知り合ったんだな、多分な。ナンパで知り合って、んで、そのまま付き合う感じになって、まあ、若かったんで、すごい好きだったんですよね、私もね。顔もイケメンだったし。んで、なんか、ちょっとチャラかったんだけどね。チャラい、まあ、ナンパするぐらいだからチャラいんだけど。チャラかったんだけどさ、私はね、すげえ大好きで、なんかその人ん家に、結構頻繁に行ってたんだけども、その人の家は、なんかその実家があって、離れがあって、そこの離れが、その人の部屋みたいな、その人の家みたいな。で、なんかこう、なんか彼女を連れてきてんの、親にバレたくないんだかなんなんだか知んないけど、こう、実家の母屋の方にはなんか連れてってはくれなかったんだけど、まあ夜な夜な、その彼氏の離れに遊び行ってたわけですよ。で、離れだからね、トイレもないのよ。で、トイレ行きたくなるじゃん。で、トイレ行きたくなったらどうしたかっつうと、夜間にやってたわけ、夜間。夜間がトイレみたいな。もう引くよね。あの頃しょうがね、なんか、若かったからのせいにしてるっていうね。まあ、やってましたけどね、夜間に。ほんで、まあトイレもないような、その、彼氏の家に遊びに行ってたわけですよ。大好きで、ゲンチャリで行ってたわけ。で、しばらく付き合ってて、まあ私にしては、まあまあな、突然電話が入って、途中で切れてしまいました。そんでね、話の続きね。まあ私にしてはまあまあ、長かった気もする。3ヶ月は付き合ったような気がする。それで、なんで別れたかというと、まあ失恋つくりだから振られたんだけど、ある日、アポなしで、彼の家に行ったわけですよ。夜。なんか、びっくりさせちゃおうかなー、みたいな。もう嫌な予感しかしねえべ。アポなしで、その彼の家の、彼の部屋ね、離れの方に、行ったわけよ。ゲンチャリで。ルンルンルンなんつって。いるかな、いるかなーなんつって。そしたっけ、これね、セブンイレブンで、パラドゥのジェルライナー買ったんだけど、キャンメイクのジェルライナーぐらい引きやすい。柔らかい。めっちゃ柔らかい。なかなかキャンメイクより柔らかいのないんだけど、これめっちゃ柔らかくていいわ。マジでキャンメイクと同じ。でもキャンメイクかこれかみたいな。ただヘリがどうなのか。キャンメイクはヘリ早いんだけど、こっちもヘリが、ただこっちの方が若干高いから900円で。だからヘリが同じくらいだったらキャンメイクの方がいいけどね。あ、それでサプライズで行ったわけですよ。そしたら、部屋をガラッと開けたら、なななななんと、その彼氏が女と布団にまぐわってたわけですよ。一緒の
布団に寝ていたわけですよ。なんならやってたわけですよ。いかがわしいこと。で、それを目の当たりにしてしまって、え？って固まっちゃって、私。え、マジか、マジかって。マジかって。で、ちょっとと思って。何浮気してんのって。叫んだわけよ。そしたら、いや、お前の方が浮気相手だからって言われたの。そっちのやってる方が本命だったの。私、二股かけられてたの。二股だか何だか、何股だか知らねえけど、さ、今となっては。二股かけられてたの。ピエン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 でしょ。もうね、あの経験はね、ちょっとね、私にとっては、もうかなりのトラウマ。トラウマだった。今日の嬉しかった顔、今日の悲しかった顔。浜崎あゆみのトラウマ。でさ、泣きながらさ、家に帰ってさ、ゲンチャリでさ、泣きながら家に帰った思い出がありますよ。本当に。もうすげえ悲しかった、あの時。で、そっから私はもう、なんかね、やわなハートが、やわなハートがね、バリバリと崩れまして、で、折れた骨は、くっつく時にまた強くなると言うじゃないですか。それと同じで、やわなハートが割れた、それが、立ち直った時に、もう私のハートは、鋼のような、もう鋼鉄のような、ハートになりまして、なっちゃいまして、ズーズーしいハートになっちゃいまして、そっから私はもう男なんか信じねえと。ああ、もう男なんか信じねえよ。男なんかダマグラガシなんぼだ。ダマグラガス！もうダマグラガスぞって思って、ちょっとね、擦れてた時期があったね。でもなんだかんだ言って、こう好きな人できるんでね、その後にね、愛する人ができて、まあ結婚したりまったり、まあそして最終的には今のダーリンと出会うわけですけども、だから私はね、いろんな経験を経て、こう今があると思ってよかったな、なんて思うわけです。そして、おっと危ねえ！これを使ってみるよ！これ絶対可愛い。あ、結構この質も柔らかくてマジでこうスフレっぽいわ。こう、すごい勢いよくつかないから、使いやすいかも。なんつうんだろう、これ。あのね、テカテカでもないし、マットすぎもない、でもないし、あんまりテカテカすぎると、毛穴が悪目立ちしちゃうんだよね。でも、なんか、まあ私はマット、だからマットをつけてたんだけども、なんか、物寂しくなる、なんか物足りなくなるっていうか、ちょっとギラギラ恋しくなる時があるのよ。なんかそれの、悩みを即座に解決してくれました、この子が。ああ、この子はいいわ。本当にね、冒頭で言ったように、ブルベも、イエベも、渡辺も、会うみたいだから、って言ってたの。なんか、美容系 YouTuber の人が。いや、渡辺とは言ってねえけど、会うって言ってたのよ。これいいわ、可愛いわ、これ。そしてさ、マックのこういう製品ってさ、一生なくなんねえじゃん。一回買ったら。でもさ、私、マックのさ、ライトスカペード、ハイライト。これはもう底が見えてきたっていうね。これに底があったのかという。でもこれなかなか減らないからさ、コスパめっちゃいいよね。コスパめっちゃいい。で、先代の藤崎に電話して、福島の藤崎に送ってくださいって言って送ってもらってさっき取ってきたんですけども、これ3850円でした。この色めっちゃ可愛い。これ定番色っていうか人気色らしいんだけどね。今更使うっていうこの私がね。まあいいでしょ、そういう人もいても、そういう、メイク動画を出すおばさんがいてもいいよね。で、このキャンメイクの影顔ちっちゃくなれ。なんか私ね、顔ちっちゃいって言われる時あるの。私はね、自分ではそうでも別にそうでもないんじゃないかなと思ってんだけど、顔ちっちゃいって言われる時あるの。びっくりびっくり。でも動画だとさ、顔でっかく映ってるよね。まあ、自分ではそんなちっちゃいとは思わないんだよ。思わないんだけど、顔ちっちゃいって結構言われるんですよ。
テヘペロ。自慢しちゃった。テヘペロ。ちょっと今日顔漏れないんだけど、ちょっと今日顔漏れてないんだけど、漏れてないんだけど、あ、涙袋やってねえから漏れてねえんだ。ダメだよ、涙袋やんないと。ダメだよ、ダメだよ。で、これね、もう廃盤になっちゃったから、メルカリで買ったわよ。廃盤になっちまったっつって。メルカリで2個、あ、3個か。3個ぐらい買ったわよ。だってさ、なんかさ、あるあるだよね。すげえお気に入りの商品に限って廃盤になるっつね。なんでなんでみたいな。人気なかったんだべみたいなさ。なんでって人気なかったから。でもさ、愛用してる人もいるのよ。愛用してる人もいるんですよ。そういうね、消費者の声も聞いてくださいよ。で、なんかさ、美容系 YouTuber のさ、おふみちゃんっていう子がさ、ユアグラムのカチカチカチのペン式の、ペン式の、はい、コンシーラーお気に入りだったんだって。だけど、廃盤になっちゃうんだって、あれ。で、私はどうすればいいんだって、すごい嘆いてたよ。私はどうすればいいんだいって。そんなババアみたいなこと言ってないけど、ババアじゃないから。若い子だけど。なんか本当にユアグラムさんお願いしますよーって言ってたもん。ユアグラムさんお願いしますよーって。最近私は涙袋の影を、涙袋小さめに、いつもより小さめに描くのが流行っております。いつもより幅狭めに描くのが流行っております。私。ちょっとこれマジでこのセブンイレブンで売ってるパラデューのやつめっちゃこのジェルライナー。柔らかい。ほんと柔らかい。めっちゃ描きやすいこれ。ほんとキャンメイクぐらい描きやすい。マジで。置いただけで描けるもん。なんなら。嘘つくと。嘘じゃねえけど。極端なこと言うと。ほんとジェルライナー、なんでセブンイレブンで化粧品なんか買ってんだおめえはって思ったでしょ。昨日、ある常連の男性のお客さん、近くに住んでるから、ラストまでいた時はほら、送ってったりするお客さん何人かいるんですけど、一人、たまにこう、セブンイレブンに寄って、カゴ一個持って大人買いしていいよみたいな感じのお客さんがいまして、私よりも11個も年下なんですけども、めっちゃこう、そういうのにお金を惜しまないっていうか、ケチじゃないお客さんね。で、私の友達が飲みに来た時に、その友達も一緒に送ってくるんだけど、その、彼が、そのお客さんが、セブンで買ってくれるわけですよ。で、私と心と友達が一つずつ顔持って、さあ買おうみたいな。もう遠慮なしにバンバン入れるわけ。まあ、特に私なんだけど。で、毎回ってもう毎回、それが恒例行事みたいになってんだけど、セブンイレブンチャレンジみたいな。で、毎回、あれなの。2万近く行くの、2万近く。セブンイレブンで。で、私に至ってはドッグフードまで買ってっかんね。で、友達なんて洗剤とか買ってっかんね。洗濯洗剤。で、心さんはなんか珍しくビール買ってた。珍しいな、おいと思って。めずらめずらめずらと思ってさ。めずらめずらめずら。言いたいだけ。ちょっと濃くなってきたんだけど、化粧。なんか漏れなすぎて、すげえ濃くなってきたんだけど、今まだお昼過ぎたな。お昼過ぎなんだけど、どの道もう一回後で化粧すんのよ。化粧し直すのよ。仕事行く前ね。まあ、これは YouTube 用に、みんなのために、みんなの恵み。痛々しい。これは YouTube 用に撮影してます。そして、これを撮ったら、もう一回寝ます。だから昨日は久々に、お店が大繁盛しまして、なんかさ、ずっと、暇でさ、平日なんてさ、全然人なんか入んなくてさ、もうやべえな、もういよいよやべえな、とか思ってたんだけど、昨日は、お客さん、平日だったのにさ、満卓でさ、ほんと、ああ、なんとか生き延びていけるかもしんないって思わせてくれた日でした。よ
かったーよかったー、本当にうちの店潰れないようにみんな毎日来てください。毎日とは言わないけど毎週来てください。毎週それも無茶ぶりだけどね。ちょっとあ、ビューラー、今日はビューラーやんなくていい、雑談がメインなんで。皆さんはそういうね、そういう失恋したことある？目の前でやってるとこ見てみんだよ。鉢合わせ、鉢合わせだよ。もうめっちゃ辛いよ。もう辛いなんつもんじゃないわよ。もうびっくりした、ほんとびっくりして、お前が2番目だって言われて、もうプライドもズタズタだし、女子としての自信もなくなるし、でおまけに若かったから、これ私じゃ願ったら下手すと自殺してる子もいるかもしんねえってくれの話だよね。もしかするとだよ、あの精神が弱い子だったらだよ。私もうその頃はまだね、純粋に可憐なフェミニンな乙女だったんですけど、フェミニンだね。だけどね、やっぱね、私でさえね結構ダメージ食らったから、あれね、本当にね、精神的に弱い子だったらね、結構もうこの世からいなくなりたいって私ですら思ったから。でもあの時この世からいなくなんなくてよかったわ。なんか死に直面することってさ、人生で何回かあったけどさ、何回かあった。こう自らやっぱり死にたいなって思ったこともあったし、まあ交通事故で死にかけたこともあったしみたいな。でもなんかなんだかんだ生きてたらいいことあんなみたいな感じだけど、でもあの病気、もうほんと不治の病で苦しんでた友達が飛び降りてしまった時は、もうそれはもうね、もう完全に治らない難病指定の病気で、も生きてるだけでずっと痛い、痛くて痛くてしょうがないっていう痛みに耐える人生を選ぶかって思った時に、やっぱりもう疲れたんだろうね。人生終わらせたいと思ったのかな。それは私は責めらんない。私でもそうしてると思う。だからなんかね、こう重たい話になるけど、やっぱ安楽死制度って、私はだよ、私はあってほしいなと思う。まあいろんなあれが、縛りがあって、あれなんかね、まだ取り入れられないんでしょうけど。暗くなった、やばい、話が暗くなった。こんな暗い話するはずじゃなかったんだよ。これうまい、これうまい、スイーツに合う微糖。まあ微糖言うても、まあ甘みありますけど、私が飲むくらいだから、くっそほど甘党な私が飲むくらいだから甘みあるけど、あの普通のごぼの紅茶よりも全然甘くなくて、もうフルーツの風味のする紅茶もね、あの下手なカフェに行って紅茶飲むよりも全然うまいね。うまい、ほんとクオリティ高いよ、ペットボトル。うまい、うまい、マジうまい。これはもうほんとおすすめ品。ということで、今日は若干適当な感じで化粧してまいりました。なんか最近さ、またさ、この辺のさ、お肉たるんできてさ、たるみ、なんかほうれい線とかもさ、気になるしさ、ちょっとこのチークの色見てくださいね。なんかちょっとゴールド味もかかってて、もうちょっとお見せしましょうかね。ちょっとわかりにくいですもんね。ちょっと極端に塗るとすると、こうちょっとこれはゴールド味、ほらゴールド味がちょっとかかってて、で、オレンジっぽいような、ブラウンっぽいような、テラコッタっぽいような、かわいい、絶妙にかわいい。で、ツヤ感も、その、めっちゃマットじゃないからツヤ感もあるんだけど、テッカテカじゃないから、毛穴も目立たないっつうか、これはみんないいっていうわけあるわ、これ。だけあるわ、これ。これはね、チークこれだけでいいよ。何にでも合うもん、多分。この色だったら、あの、リップ何にでも合うと思う。アイメイクとか、リップとか。何回も言うけど、イエベブルベ渡辺に会うからね。そこの渡辺さん、そうです、あなたです。ということで、長くなってしまいましたが、雑談。
まだ変な怒号したら切れちまった。ということで、雑談&メイク動画をおしまいにしたいと思います。今日はノーファンデなので、シミとかくすみとか出まくってますけども、一応ね、ミラノコレクションはたいたけどね、赤みも消えてないですけど、夜はちゃんとお化粧して、がっつりちゃんとやっていきますんで、今日のメイク&雑談動画を終わりにしたいと思います。また、体調のいい時、YouTube アップします。チャンネル登録、グッドボタン、ちょっとでも共感したぞみたいな人は、グッドボタンよろしくね。魔女めぐみでした。噛んでる。魔女めぐみでした。ご視聴ありがとうございました。